の企画マジで俺また楽しみやしさ、まあ期待上げすぎたらあれだけど騙される俺リセッション騙される騙される3本当にバカすぎ。あ FEC チューンド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 。さあ始まりましたデンジャラスナイト KY デンジャラスのコウタと中地でお送りしています。よろしくお願いします。いや今夜のね、はいはいはい、企画もですね、はい、楽しみですね。楽しみですね、はい、今日の企画はね、はいはい、ドッキリ企画ということで。ドッキリをね、はい、まあ簡単に言うと、はい、まあ、中地の親友に電話して俺ヤクザに狙われてるで俺はお笑い活動を続けたいから俺の代わり身代わりになってっていうドッキリですね。まあいろいろはい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 、みんな仕組んでるね。はい、どうですか最近。最近は今日ね、なんか今日、はい、なんかまたなんていうんだろう、広告代理店みたいな、あんま分からないんですけど、はいはいはい、なんかよく分からん、なんか大人の人たちの場所に、あ、新年会に、はいはい、事務所で、はい、事務所っていうか、なんかユニットメンバーで、ね、行きましたね、はいはい、もうしょうもないいや、マジでやばだわ、あいつらやばいだろ。いや、ほんとにね、あのね正直、俺たちが今さ、はいはい、もうなん正直19歳だからさ、はい、なんか今何も大人の字を知らないからこそ言えるかもしれない。はいはいはい、今のうち言っとこう。今のうちに3年後とか多分いろいろ大人の事情とかなんていうのかな、うん、そういうなんかね知り合いが増えていってさ、ちょっと分からんけど、うんうんうん、言えなくなってくるかもしれないから今のうち言っとこう、うん、あのねマジで大人の社長ほどクソなのね、うん、いや本当にあのね思わんかった。やめとけや、ほんとに。じゃ、あのね、あしょうもない客するんすよ。あー、まあまあ、では皆さん、一本締めしましょうか。うん、うん、でも今日はですね、もう自分がもう調子乗ってる、もう酔っ払ってるんで60本締めしましょう。しょうもない、しょうもない。で、みんな部下たちは、うん、はぁはぁ、社長はぁはぁって言ったの。一応真顔なのは、一応俺と中地だけ。真顔、二人だけだ。なちっちゃい声で、ね、いやそうですね、もうちょ、いや、お前そう言ってるけどお、俺は正直、ああ、タックするけど、あこいつ、ちっちゃい声で社長のボケほどつまらんのねえなずっと言ってたよ。いやいやいや、本当に小声で言うのはいいけど、こんな人、お前ラジオで言うのは本当にもう俺たちみたいなことしてたさ、水曜日のダウンタウン見ました皆さん。なんか、あの、社長がバンザイってしたら、はいはい、あの、なん、あ、で、他もバンザイってしないといけんさ、はいはいはい、はい、何回続くのかって言って、おうおうおう、一応400回超えてた。が、社長がバンザイ、部下バンザイバンザイバンザイを400回。これがもう日本人の悪いところ。絶対、あー、本当にもうね、もうやだ、もう、ね、本当にもうちょっと、本当にね、おっさんのギャグほどつまらないなぁと思ったんだけど、なんかちょこちょこあったよな。ちょこちょこあったね、なんか、あ、すいません、 KY デンジャラスって言います、よろしくお願いします、うんうんうん、KY、うん、YK で読んでいいって言ったから、あ、もうしょうもない、お、これボケなのかすらわからなくてから、 YK? なんか一応だから、一応目の前にもいるし、うん、ね、うんうんうん、なんか偉い人だから、うんうん、いやいや違いますよってね、笑ってたけど、なんかこの笑ってる心の中で俺、うん、こんなので笑っててさ、うん、あの、俺お笑い芸人やっていいのかなって。え、どういうこと。いや、ほんとにでも、見やからん、もんってあ、でも、俺謝罪しないといけないのがあって、ああ、あの、先週のラジオでさ、まあ、俺これずっと言ってるんだけど、ああ、まあ、沖縄のね、まあ、ボータルンと、はいはい、まあ、マルプーさんが、ああ、挨拶しないって言って、お前、これは、俺絶対この頃からさ、ツイッターでもずっと、マルプーさんは高校2年生の頃からね、うん、挨拶しない、あいつ、ああ、クソみたいな、ツイッターにも書き込んでたからね、うん、お前でも一応問題になって、あんな音にはなりたくないってずっと言ってたんですよ、うん、言ってて、先週のラジオでも言って、言ったんですよ。で、そしたら先週のラジオ金曜日に行ったんですよ、はいはい、で、翌日土曜日に、はいはい、お笑い、僕たちのお笑いライブがあって、はいはいはい、そこになんか、なんか告知で、告知でね、まあ一応マルプーさんが来て、うっそーと思って、うわーと思って、これはやばいよ、ほんとに。俺までも、俺高校の頃、無視された気がしたわけさ、はいはいはい、挨拶。そっから俺みんなに、友達みんなに言ってるわけさ、マルプー挨拶しないって。おうおうおう、で、俺じゃあもう今回は、俺が挨拶しないこうと思って、う
おお、もうある挨拶しない子どうせ国費挨拶しねえやみたいなと思って一応胸張って、うん、歩いたら一応ヒープあじゃあ本当に本当にやめてマジでみんなもわかる一応マジでやめてもうあのお願いいいよいいよもうあいつが一応マルプーさんが一応、うん90度の角度で、うん、おはようございますあれめっちゃ挨拶するやんで俺もあ、おはようございますって言ってもう俺この2年間どうしようあの人あのめっちゃ挨拶できる人です、うん、ちゃんとした大人ですじゃあマジで俺もうこの2年間申し訳ないと思う逆に怖くない？いやだからこれどうなの？お前にこの挨拶を無視したっていうのはこれ事実なの？それともお前の思い過ごしなのか？一応俺もうだ一応2年前だからよ記憶曖昧になっててはいはいはい俺挨拶したかなそもそももしかしたら俺自身がもうただただ俺心でなんかあマルプだマルプだと思って、うん、うわなんかジジだわとか思ってて、うんうん、ただ無視して通り過ぎたからで、一応3日後くらい俺の記憶のすれ違いで、はい、あ、あいつ挨拶 俺したよな、返してないやつさっていう本当に最悪だよ偏見最悪だよ一応、あの人、一応、うん、俺らの事務所の先輩、後輩、うん、みんなにめっちゃ頭下げてたそうですね申し訳ねえと思って俺もなんかそういう、うん、もうコウタがそういうイメージを植え付けるからなんか俺もそういう人なのかなって思っててで、俺も、うん、このすれ違った時に、うん、すいません、今日告知のためだけに来てるんですけど、うん、すいません、よろしくお願いしますってあの、もう120度ぐらいのおじいめっちゃいい人もう素晴らしい俺の友達いまだに一緒、うん、あマルプ挨拶しないんでしょって言うから本当に最低だと思う営業妨害営業妨害でもこれ気をつけた方がいいなと思う逆に言えばだからはいはいはい逆にだからちょっとしたことでちょっとしたことでだからちょっと愛想悪かっただけでこの人はもしかしたら2年、3年、4年、5年なるほどそういう印象つくなるほどね怖いなと思って怖いですよ、うん、本当にで、その、うん、そのちょっとしたことでなんかねムカついてツイッターにも書き込んで聞き嫌い、ラジオでもこの E フラスっていう、うん、お前が一番怖い、うん、本当に本当にポスター、俺ポスター見るたびに、うん、なんだこの部屋ふざけんなよ、お前何がラジオ、何がラジオ始めようだよ、お前挨拶始めるやみたいな本当にやめてマジでもうまさかあの人挨拶されちゃったんだもんやめてマジでもう謝罪します本当にあの、ね、謝罪しなさいもうちゃんとした記者会見開くレベルだと思うよ俺はマジでうそうっすね、うん、僕が子供でしたわ本当に申し訳ないはいサフリストさんからコメント来てます。おはよう、ね。おはよう。いやこんばんはですね。今来たのかな。もうこの時間におはようっていうのはねあのクズな証拠です。いやいやいや本当に。別にいいだろ。企業とか別にこんな時間におはようございます。らしい。そうですね。うん、このなんかバイト先とかで何時に来てもあのおはようございますっていうのが俺はもう本当に許せない。まあな意味わからんな。気持ち悪いなんか。意味わからんな。気持ち悪い。まあこれもまたあのさっきの企業のね社長のあの、うん、クソつまらないギャグと一緒で日本のなくした方がいい文化。日本のこのしょうもない文化あるさ、まあだからおはようもそうだし、社長がクソつまらないこと言っても腹抱えて笑わないといけないとか、あとなんかわかる、あの4階とかはフロアなくして、だからあの5階建てのマンションとかだったら、1階、2階、3階、5階、6階みたいな。いやそれ知らんけど、あ、分からん、これ、4号室なくすとかね。そういうなんかしょうもないなんかだから死を連想させるみたいな。あ、そうなの？そう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 。だからマンションとかでも4階は作らない。40何号室、あ、まああるところもあるけど。あるでしょ。普通にある。ないところもある。ないところもある。ないところもあったりとか。まあまだ別に。しょうもない。日本の文化はね。うん、あと名刺交換とかね。名刺交換。あのしょうもないなと思うんですけど僕は。あれちょっと取ってるんですか大人の人って。まあ大人の人は取るか。一応僕たちあの俺ら4人シェアハウスしてるんだけど、はいはいはい、最近この4人デコボコと KY4 人でねあのユニット組んであと1組、まあ、3組でユニット組んで、はいはい、で挨拶回りしてるさいろんな人、はいはいはい、で名刺を1日20枚ぐらいもらう。あーもう本当にでその日の夜一応ゴミ箱破られた名刺いやいや違うこれは僕たちが子供だからね。じゃあいっぱいあるんだもん。積、うん、まれて一応ちゃんと破けはするんですけどもちろん一応破いて一応使い方がわからないんですよ僕たちは。まだ名刺の使い方が取っとくもんかないよ。でもちょっともう何十年20年30年経っても、うん、取ってるってことですか。まあ僕はそんな歴は長くない。はいはい。ああ。あーするんすね。例えばもしあの人って今連絡しようって思って探せるもんなんですか一応は。あちゃんと名前ファイリング50音順多分ね自分が名刺持ったらちゃんと
このね、持っとくんじゃない俺なんか今名刺がないからちょっと憧れるけどね、俺名刺交換、まあ、今もらうだけさで、もらって俺はあ、また今日もあのシュレッダーのゴミ増えたなってしか思わないけど自分が名刺持ってて、なんかあ、ちょっとかっこいいなって思う、うん、ちょっと名刺交換して自分で持っとく的なね。でもちょっと俺もうなんか人間って怖いなって思ったのが、はいはいはい、俺らな、ある一人の社長がいたんですよ、はいはい、どっかの誰か知らんけど、うんうん、しん気持ち悪い、なんかくんねくんじなんかしん威張ってて、あ首横になんかパーフェクトヒューマンかなんかの横にしてて、なんかずっとなんかほんでいやいやいや、頭おかしな人じゃなくてちゃんとした酔っ払ってね、酔っ払ってテンションで、うーみたいな、ガベーマチョガベーみたいな、ずっと言ってて、しょうがないこのジジイと、ずっとお二人と思ってたら、なんかあ思ってて、二人ずっと文句言ってたんですよ、うん、あこの社長クソかやって、うん、ずっと二人で文句言ってたら、その社長が、うん、はい、みんな集まれ、1万円はい、1万円かけたじゃんけん争奪戦って言ったら、一応俺その勝ち、笑顔で走って社長ってなおーじゃんけんおーってイエーイってして、一応で、また二人負けた後なんだばいつ結局だから結局お金なのかな、人間はもう怖いですよ、本当に俺さ怖いですよ人間は、正直今俺ら19歳で、はいはいはい、子供と大人の狭間よりさ、はいはい、来年が大人さちゃんとして、はいはい、今も大人だけど、なんかよやっぱよ人間ってお金なんだなってお金ですよ、つくづく思う、はい、本当に思わせますよ、 あのお金あるやつが偉い、偉いですね、あ本当に、うん、こういったあれなんですけどイケメンとか、うん、あ もうねだから小学校の頃早いやつがモテる、はいはい、まあ、中学生ヤンキーがモテたり、高校も頭良かったやつ、頭いいやつがモテたり、イケメンがモテたり、うん、はいはい、関係ないです、本当に、はい、あの、偉いのはお金持ちです、うん、お金持ちですね、本当にそう、お金持ってる人はもう、うん、みんないい顔しますから、うん、お金を持ってるってだけで、うん、本当にみんな集まってきて、怖いですよ、まあ、継ぐしね、飲み物を、あー、そうだね、みんな継ぎたがる、あー、うわ、何言ってもウケるしね、そう、何言ってもウケるさ、あー、そう、あの、お金持ちの人、何言ってもみんな笑う、笑うんですよ、ちゃんとちゃんと、はぁはぁはぁって俺と中地だけひたすら真顔突き通す、真顔、もう大人たちは怖いですからねまあまあだからこういったあれがもっともうそんなもんなんだろうね、もうそんなもんだからね、もう大人の世界、新年会とかアメリカの新年会とか どうなんすかね、ねアメリカの新年会も、新年会とか名刺っていう文化は日本すか、アメリカも、いや、世界、あ、各国、世界各国、なるほど、へぇ、なんかいいですねいいですね、世の中こんなもんかまあまあまあ会えますけども、まあ、そうですね、愚痴は置いといて、はい、一旦 CM に入ります、そうですね、お願いします。あ、忘れてた、これつけるの、嘘、いやーもう本当にね、はいはい、今日のドッキリが楽しみだわ、そうですね、本当に竹富カンタ、竹富カンタっていうね、ちょくちょくデンジャラスナイトをね出てきてる、まあ、多分一番最初がビッチ VS 童貞ビッチ VS 童貞でビッチ3人か呼んで、あ、2人呼んで、2人実際にここに呼びました、うん、で、まあ、正直俺と中地も童貞じゃないさ、はいはい、だから正直4人エッチしたことあるやついて、はいはい、ちょ竹富それに対して童貞1人っていう、1人でね地獄のよ、実際ここに呼んで、で、どっからどう見ても童貞の方が劣ってるのに、はいはい、なぜか勝負させられるっていうかわいそう、人数的にもね、うん、なんかルックスからしてね、あ、竹富カンタってやついるんですか、本当におもろいっすよ、もう面白い、本当に、まあまあ、うん、そうっすね、もうその、うん、僕のもう幼稚園からの親友ですね、じゃあ、ここ連絡して、その辺から行く、うん、じゃあ多分 CM の後ドッキリから行きましょうね、はい、そのままドッキリ行きましょう、まあ、説明してね、先月、あ、先月、最先月はいつだったか、何月かにも1回竹富ドッキリして、まあ、その話もしましょうね、はい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 、で、一応俺、さっき流しと思いついたんですけど、一応来月の第1週か第2週金曜日は一応マジで最強なドッキリしようと思います、あ、はい、中地のお母さんに電話して、はい、俺お笑い芸人辞めて AV 男優になるわっていうドッキリ、これはマジで今年絶対しびれるぜ、あ、で、お前のお母さんいつだった12月か、はいはい、お母さんに俺まだサンタ信じてるってば、なのに友達が俺サンタ信じてるって言ったらバカにするって、うん、お前がまだサンタ信じてるってドッキリしたら、はいはい、お前のお母さん、ゆういちろーサンタはいるよってね、そんな優しいお母さんに AV 男優になるって言ったら絶対ビビるぜ、本当にひどいよマジで案外 OK したらどうしよう、ゆういちろうがすることは何でも応援するさみたいなKY デンジャラスのデンジャラスナイト
母さんでもぎってやめれや、やめれや、ほんとに。そうっすね、ほんとに。はい、じゃあここからですね、はい、デンジャラスナイトドッキリ企画やっていきたいと思います。人騙すの一番楽しい。もうあのですね、はいはいはい、今日のターゲットですね、はい、まあ、中地の親友の、はいはい、竹富寛太くんですね。寛太くん、うん、はい、もう僕の親友、もうガチ友なんですけど、ガチ友っすね。これからですね、寛太くんに実際に電話をしてですね、うん、で、ちょっと、まあ、先月の話から、先月、ね、この前の話から、この前も、そうなんすよね、このラジオの企画でね、ドッキリかけたんですけど、はい、うん、その時が、うん、俺と、うん、コータで、うん、KY チャンネル、まあ、動画撮影をしてて、うんうん、そうそうそう、で、その動画撮影の中で全裸になって街中を暴れる動画を撮ったと、うん、だから撮ってない、本当に撮ったみたいなよ、本当に撮ってないけど撮ったっていう説明、うん、撮ったっていう設定で、設定で、で、その時に全裸だから誰かに通報されて、うん、で、あ、チェイキャスがキレキレ状態っていうのは大丈夫、ちょっと通信制限が悪いみたいですね。はいはい、で、この全裸で動画を撮影していって、はいはいはい、うん、撮影していたっていう設定で、うん、で、警察に通報されて、うん、で、警察が来て、うん、で、コータは捕まったって言った、うん、いやだから俺が、あ、そうかそうか、俺はもう警察に捕まって、うん、捕まったんです、コータが警察に捕まってしまって、はいはい、全裸の容疑で、はい、で、もう一人いるだろうって言って、うん、もう一人いるのは分かってるっていう状態、うん、はいはいはい、で、これで中地ももし自首して捕まってしまったら、はいはい、KY デンジャラス2人で警察に捕まったら、うん、もう KY デンジャラスとしても お笑い人生が終わるから、うん、はいはい、せめてね、1人でもまともなやつがいればなんとか俺が更生してればいいから、うん、どうにかね、そういけるから、中地の代わりにあのわいせつ容疑の罪で牢獄入ってほしいっていうっていう相談をしてね、うん、まあ、そういう設定で相談を竹富にしたら、そうそう、もうね、なんかいろいろ一応この件は一応の翌日のタイムスの一面を飾るよとか、うん、ヒープーホップで記者会見もするけど、それも全部竹富出てほしいとか、写真も撮られてほしいとか言って、うん、で、次の日俺と一緒に、うん、交番に、うん、自首しよう、そうそうそうもう大学とかも、うん、もう休む、辞めることになると思うけど、人生とかも終わるかもしれないけど、もう本当にお前しかいない、頼む頼むって言って、もう絶対信じるわけないじゃないですか、信じるわけない、ね、もうこの設定の時点で、うんうん、だけども本当バカなんですよ、うん、バカなんです、信じて、この設定を信じた上で、うん、悩みに悩んで、うん、分かった、じゃあ俺明日交番に自首するわ自首したんですよ、うん、だから今日もね、今日も竹富寛太にドッキリを、うん、していこうと思うんですけども、今日の竹富寛太のドッキリの、設定、待ってちょっと待ってくださいね、今日の竹富、はいはい、もう一回じゃあリツイートしとこうかな、うん、ちょっと待ってくださいね、はいはいはい、ちょっとツイキャスのね、ツイキャスをちょっと再起動してます、まあまあね、時間、今日あれだからね、ゆったりめに結構時間があるので、はい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 、大丈夫ですかね、聞こえてます、リツイートもして、人も結構最初から聞いてた方がいいと思うので、じゃあちょっと実際に電話、竹富寛太に、うん、まあ、だからドッキリ内容を伝えていきたい、あ、そうだよね、ドッキリ内容をじゃあ伝えていきたいと思います、今回がですね、うん、今回のドッキリの、はいはい、内容がですね、はいはい、まず竹富寛太に、はい、僕は事前に、うん、大切な相談があってそうそうそう、もう振ってます振ってます、で電話しますって言ってて、はいはい、で、寛太は竹富寛太ツイッターとかやってるんだけど、一応全然ツイッターとかも触らない人だから、全然バレないので、で大切な相談があるって言って、うん、で寛太、俺最近よそ見運転でちょ事故ってしまった、あ、事故った、はいはい、事故ってしまったと、はいはい、でこの事故った車の運転手が、うん、怪我で入院、うん、はいはい、僕がだから休み運転でちょっと追突事故を起こしてしまって、事故った車のこの運転手が怪我で入院した、怪我入院してしまった、はいはい、でこの怪我をして入院した人が、うん、まさかのヤクザ、ヤクザだった、あ、お前が事故して、その事故させた相手が、そうですね、追突した車、入院させた相手が、うん、ヤクザだった、ヤクザ、なるほどね、で、はいはい、このヤクザに、はいはい、
めっちゃ連絡が来て、連絡来てこの野郎みたいな感じで、うんうんうん、俺入院させといて俺どうすればいいんだみたいな、うん、やることもたくさんあるんだよって言って、うん、ああもうお前は入院させたんだから、うん、俺の代わりにお前俺が入院してる間、うん、あのヤクザとして働けって言われたと言われたと。ヤクザの団に、うん、俺の代わりにヤクザの団に入れと、うん、そう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 、なるね、あヤクザだからお前が事故させたヤクザが、うん、今俺がこうヤクザが入院してる間、うん、団は一人分空くから、うん、仕事、うん、ね、あの大変だから、うん、俺の代わりにヤクザとして怪我させた中地お前が、うん、ヤクザとして1ヶ月間団に入れと、うん、そう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 、入院してる間、まあ、1ヶ月、 1ヶ月ぐらい団に入れと、はいはい、なるほどね、はい、ヤクザに入れと言われるんですけども、はい、俺はやっぱお笑いもしてるし、うん、お笑い芸人だから KY デンジャラス、ね、そういうね KY デンジャラスとかもあるので、うん、ううヤクザに入れない、ヤクザに入れない、入れない、ヤクザに入れない、暴力団入れない、お前は暴力団入れない、うん、竹富俺の代わりにヤクザの暴力団事務所に入ってくるよガチお願いをめっちゃいやだから、ま、これね、まとめると、うん、まとめて、だからまとめると、お前がよそ見運転で、はいはい、ヤクザのね、人の車にぶつけてしまった、はいはい、で、その乗ってた運転手でヤクザが入院してしまった、怪我をしてね、はいはいはい、で、そのヤクザがお前中地に俺の代わりにお前暴力団の穴埋め、はいはい、1人分俺の代わりに暴力団になれ、はい、入れ、その1ヶ月間ね、はいはいはい、でお前はお笑いしてるから入れない、だからその代わりに CU の竹富俺の代わりにヤクザに入ってくれん1ヶ月間入ってくれんってドッキリっていうことね、はい、いや、はい、信じなさそうでしょ、信じなさそう、ほんと竹富信じると思う、そう、竹富カンタってやつがほんとにバカバカなんで、バカなんで、はいはいはい、バカなんで、もう信じると思います、早速、はい、電話していきますか、だからさっき何時間に送ったラインさっき10時半ぐらいかな、10時半ぐらいに大事な相談があるから、はい、うん、大事な相談があるから、うん、10時半ぐらいに電話するよって言ってる、ね、ちょっと待っててみたいな、そう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 、してますね、もう竹富ちょっと信じるかな、怖いな、ね、信じるかな、じゃあ怖いな、かけていこうと思います、はい、お願いします、あ、コンティニューコインありがとうございます、ありがとうございます、コンティニューコインね、あ、もう30分延長できるかなそれじゃ中地に、竹富寛太に電話していきたいと思います、デブッチョで僕登録してますね、音量マックスよねさあ、電話かけました竹富寛太ドッキリ第2弾うわ、電話取るかな、あ、取らなかったら俺もう最悪だけどね、今日のラジオ、あ、来たよかった、ただいま電話に出ることができません、うーわこいつ、うわっという発信音の後にクズだ、もう一回、お名前、LINE 電話でじゃあ電話してみようかな、いや本物がいいんじゃない、本物がいいか、 LINE 電話見ないってことは、あ、まあそうかそうか、ほんで竹富寛太ってやつね、この前もね一回ドッキリしてね、中地が全裸の容疑でもう、あ、OK、電話しよう、電話するって言ったんだけどな、いやこの前俺チュラミ水族館行ってる時に、はいはい、とっとっと、もしもし、うわよかった、あ、もしもし竹ちゃん、今時間大丈夫、ああ今何してる、何してる、家ぞや、あーごめん、そりゃそうだ、怒られても、もう怒ると思う、家で何してんの、あ、勉強勉強勉強、おー、偉いな、あ、テストがあるんだっけ、テスト明日、あ、明日テスト、あ、大学のテスト、オッケー、ちょっと、ね、大事な話簡単していこう、ちょっと今時間大丈夫、来るの、うん、ああ、だからちょっとお前のところに行こうと思ったんだけど、ちょっと今ごたごたがあってで、それの相談があるんだけど、うん、知ってるかな、俺最近事故ったっていうのを聞いた、聞いてん、ユンボーからおお、事故ったって、また事故ったの、車で、うん、携帯いじりながら車運転したら、うん、うん、普通に前の車に突っ込んでしまっていや笑い事じゃないよ本当に、あ、すいません、あ、聞いてないこれマジで、聞いて、行くよマジ、先週かな、先週の話なんだけど、で事故ってで、この追突した車の運転手入院させてしまってから、うん、今入院絶対嘘、あ、ほんとほんとほんと、マジでマジでうふーんじゃねえよ
ふふ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 ふマジなやつ、本当にタケちゃん。もういつものあの本当ににやけ面で聞かないでほしい、今回は。いや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 。いや本当にマジで。ニヤニヤしてるよ僕。ニヤニヤ。本当に笑えお前。ガチってばこれ。ガチ。うん、入院してて、でこの人がよ。うん、この人がよ、うん。ヤクザだばよ。入院してる人。そうだろ。え、ほんとほんとほんと。じゃあ、マジでめんどくさいんだけど。じゃあ、怪我自体は、一応そんな、まあ、一応1ヶ月、全治1ヶ月ぐらい。ちょっと骨折。結構。で、1ヶ月入院してて、このヤクザだばよ。ヤクザ。うん。ヤクザで、で、この、裁判とかもあるから、この裁判、うん、保険のやり取りで、うん、それ弁護士とかとのやり取りがあって、で事実確認みたいな感じで、うん、この人のところにちゃんとなんかこうこうこうでしたよねみたいな事実確認を病院に取りに行かないといけなくて、でこの人の病院に、行ったんだけど、でその時にヤクザっていうのが発覚して、全身タトゥーもう全身タトゥーのもうゴリゴリのヤクザ、背中とかなんか刀傷みたいなのが、キツネクゼ、うん、あ、まあそれはよくわからないんだけど、一応ヤクザでから、で、うんうん、この人、まあヤクザとは言わないんだけど、ヤクザとは言わないんだけど、で俺に連絡してきてから、うん、一応俺組のものなんだけど、影組影組釘組、ああ組、うん、組釘じゃない、組、うん、組で組、バカだろこいつ、松山を仕切ってるらしいばよどういうことかな、あ、松山を仕切ってる組のなんか人らしくて、うん、で、うん、もうこいつ入院してるさ、うん、だからそいつの代わりに俺が、うん、その、うん、ヤクザの組に入って、この入院してる1ヶ月間俺の代わりにヤクザとして働けってめっちゃ脅されてて、でも連絡先とかも全部知ってて、うん、お前1ヶ月間俺の代わりにヤクザとして働けって言われてて、うん、でもその話もなんか組の上の人にも話通ってるらしくて、で俺も本当にやばくて、今毎日この暴力団関係の人みたいな人から電話が来て、一応無視してるんだけど、もう住所とかもバレてるから怖いわよな、お前んちだろ、うん、で、どういうこと、うん、本当にもう申し訳ないそうなんだけど、お笑いしてるから、一応普通にもうやってしまったことはもう責任持ってね、うん、その人の代わりにヤクザとして1ヶ月間働くのが筋だと思うんだけど、筋、うん、でもまあそうだよな、働かないといけないさ、うん、で俺、うん、今もう芸人やってて事務所にも所属してて、でちょっと今忙しくて、あ、うん、ユニットも組んでね、でなんか一応ユニットとかも組んでていや本当に笑うところじゃないか、タケト、あ、すいません、うん、すいません、はい、でも本当にヤクザ1ヶ月、ヤクザとして1ヶ月働くのもう確実に無理だわけさ、うん、だからさ俺の代わりに1ヶ月ヤクザとして働いてほしい、うん、また、え、僕がまた、お前しかいない頼れるやつ、いや、また俺犯罪者なの、絶対嘘の、もうほんとまた犯罪者、俺は。マジで。また僕が死ぬの？いや、またって、
まだ死んでない。いや、たけちゃん、この前のドッキリのことは謝る、この前のドッキリのことはマジで謝る、今回ガチやつさ、マジで、マジなやつ、一人よこせって言われて、うん、一人よこせって言われて、じゃあ、うん、一人で、俺売るぞ。いや、売るとかはもうそんなことじゃないさ、だから助けてくれっていう意味、俺の代わりに1ヶ月ヤクザとして、働いてほしい。一応10日間研修期間で、そこで注射器で習うって。一応軽くこの業務内容みたいなの聞いたんだけど、一応何すればいいんですかみたいな、人殺しとか絶対ないですよねみたいな感じで聞いたら、一応10日間は研修期間があって、でこの研修期間のうちにやることは、ひたすら注射器を洗う作業らしい。注射器あれでしょ、あっち系の。いや、わかんない、何も聞いてない、何も聞いてない。で、はい、残りのは一応銃の整備ってだけ聞いた。俺は受給発生するのこれ。ちょ聞いたんだけど、最低賃金って言われてた。最低賃金バカ。でも一応ちゃんと深夜手当は作ってきた。深夜手当って深夜しか多分ないです。うん、だから最低賃金って。いや、だから厳しいらしい、やっぱり今の世の中。あとヤクザの指示して、もうほんとこれ。だってあ、何月からなのこれ。ん、これは一応申し訳ないんだけど、明日テストあるのは分かるんだけど、一応明日からやっさ。明日もう本当に、もう本当に急いでる、マジで。だからもう本当にお前しかいない、明日は。で、そろそろ春休み入るけど、春休みからだったらなんとかな。2ヶ月あるし。一応さ、やばいだろこいつは。一応さ、このヤクザに入ったら、一応この1ヶ月間だけでも入るんだったら、この仲間の証拠として首に、この仲間の証拠として、仲間の証拠として、首にタトゥーを入れないといけないらしい。アホじゃない。タトゥー。いや、でも、タトゥーは。いや、だから、テントウムシのタトゥー。テントウムシの、テントウムシのタトゥーを首に入れないといけない。お前、テントウムシって。色付き。一応カラーやつ。もっと強い。カラー。テントウムシが、飛び立とうとしてる、あの羽がブワって出てる、あの気持ち悪いのをなんかちょい入れないといけないらしい。いや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 、ダサ。いやいや、でもこれ消す費用は俺が出す。消す費用は俺が出す。消す。あとタートルネックとかネックウォーマーとかも俺お前に買うよ。あとマフラーとか。そしたら多分日常生活は大丈夫だと思う。マフラー俺じゃあもう作るわ、お前用に。本当に頼む、マジで。マジで、タケちゃん、お前しかいない。はあ。これ明日からだろ。明日の9時から業務が始まる。明日の朝9時出勤。一応。9時からテストの日、9時出勤。一応このヤクザの組がお世話になってるタトゥー屋さんが24時間営業だから、俺今からお前迎えに行くから、ちょっと一緒に、ああだから来るって言ってた。そう組に飛び立っている。だからちょっと一緒に
タトゥー入れにいかん。ま、一体あわ、じゃ来て。もし、ほ、ん？来て、お家に来て。お家に？とりあえず。もうだからお母さんとかにも行っててほしい一応なんか。いやいや、お母には多分ダメでしょ。これだったら隠れてやる。すごいな。マジか。一応じゃあ、たけしさん大丈夫？うん、大丈夫そう。一応本当に頼む、マジで。お前しかいない。大丈夫。首にタトゥー。首にタトゥー。大丈夫。テントウムシ。テントウムシ以外じゃない。テントウムシなの。しかカナブン。テントウムシか一応カナブンっては言ってたんだけど。うん、一応俺がこの入院させたヤクザの人はあの、うん、ほっぺにテントウムシ掘ってた。絶対嘘。ほっぺ。うん。センス、ダサ。いやもう本当にそんなこと言ったらお前マジでもう瞬殺だからさ、マジで。うん、俺ももう笑いそうになったよ。だから笑えないさ、もう。いや本当に一応ガチでもう、うん、もう本当申し訳ないんだけど、俺の代わりに1ヶ月間あの首にテントウムシのタトゥーを掘って、うん、ヤクザとして本当に働いてほしい。マジで、マジで頼む。もうガチなやつこれ。本当、もう本当にお前しかいない。嬉しいな。ま、マジこれ。マジやっさ。とりあえずじゃあ来てほしい。おうち。いやもう今決めた。一応もう、もう今決めてほしい。もう。で、連絡して。で、一応人員確保しましたっていうことで。じ僕そうですね。一応トミカンタ。お帰国だよね。テントウムシのタトゥー大丈夫って聞いて。お帰国ってテントウムシのタトゥーオッケーかな。絶対ダメ。ダメだよな。タトゥーオッケーで。タトゥーは、OK。あ、タトゥーオッケーなの？タトゥーオッケーなんだ。うん、大学タトゥーオッケー。あ、そうなんだ。あ、じゃあ大丈夫さ。入れる入れる。タトゥーオッケー。入れる入れる。今後。あーだから温泉とか行くし、ネックウォーマー貸すよ。ネックウォーマーで温泉入れんだろ。温泉と温泉行く？以前の問題だ。うん、温泉行くよ。沖縄だよ。温泉とかないさ。ああ違うか、環境の森なんち。環境の森。あーそっか。大浴場。そうだな。どうにかどうにかタトゥー入れてくれない？何が不安？何が不安？何がいいや一番。ふわふわヤクザになること、それとも時給が案外最低賃金っていうこと、やっぱタトゥーが嫌。タトゥーが嫌だね。タトゥー嫌かい。じゃあタトゥーはどうにかお願い。ちょ、じゃあタトゥーは本当にどうにか俺土下座してでも、うん、タトゥーはお前が入れて、俺は入れん。俺は入れないだろ。俺だからもうお笑い的に厳しいからお前にお願いしてるのに。タトゥーはダメだ。ケツにタトゥー。絶対見ない。ケツにテントウムシ入れるってこと？うん。えい。バレんだろ。首じゃないとダメ。だからもうあのこの首から上じゃないとダメらしいべ。じゃあノー、ノーとか。ノー。ノー。ノーにタトゥー入れる。何を言ってんのお前。ふざけてんの。いやマジでこんな時に。やばいだろ。これ1週間寝れてない。じゃあ俺1週間寝てないからさ、これのせいで。マジで。そうだ、マジで眠れない。いやいや、お前ヤクザにさ追われるってどんだけ怖いかわからんだろ。俺のお母さんも竹富にお願いしたいって言ってた。一応俺のお母さんに相談したんだけど、うん、やっぱりこれ俺のお母さんがあの竹富にお願いしたらって言って。お前絶対嘘。お前のお母さん俺を撃ったと。あんだけ俺可愛がられてたのに。いやいや、撃ったない。もう撃ったとかさ、そういうのやめてさ。だから竹富にちょっともう本当にもうお願いしたらみたいな。ちょっともう竹富テントウムシのタトゥー似合うんじゃない。一応俺のお母さんが言うには、うん、竹富はあのテントウムシのタトゥー絶対似合うはずよっては言ってた。誰でも似合うだろうじゃん。
絶対俺特別か。お、戦闘をしてる。一応タトゥーはわかんない、うん、一応どうにかするから。うん、一応あー一ヶ月ちょっと LINE で聞いてみるから、タトゥーだけはどうにかできないですかね、うん、みたいな聞いてみるから、どうにかどうにかお願いできん、俺の代わりに1ヶ月ヤクザ。夜だったら、夜だったら何かコンボちょシフト制一応、一応シフト制だわけさ、ヤクザって夜はそんな、夜は約そんな決められる時間は警察に捕まる可能性があるっていう一応さ、初めに言っとくけど、うん、なんかと思った。ん？お前押したの？30分。これ止まった、止まったんですか今？止まった。夜働いてたらちょっと捕まる可能性はめっちゃ高いっては聞いた。夜は捕まる可能性も高いけど、一応給料もだからその分深夜手当が作ってきた。25%でも最低賃金でしょ。もうそこをどうにかできない、厳しい。夜だったらいい。タトゥーなしだったら、この竹富が勤務する明日から。タトゥーなしだったら夜でいい。沖縄県に攻めるって言ってた。一応なんかこの組あるさ、うん、このお前が入る組、うん、明日さ、お前が出勤するときに、うん、お前が出勤したら、うん、そのまま1ヶ月間の間で分からんけど、なんか今、うん、沖縄県警とめっちゃ揉めてて、うん、で1ヶ月以内にはうん、この沖縄県警襲撃するって言ってた。沖縄県警が襲撃される。違う、俺なんか、お前なんかヤクザが沖縄県警に襲撃するっては言ってた。だから、トミーは最先生で戦わないと。襲撃一番、お前じゃあ一番キャリアの低いお前がやっぱ戦闘、うん、戦闘らしい。戦闘。おい、速攻やられてた。ボコボコでしょ。しない。一応下っ端はやっぱ銃持たせてくれないから、剣道のしないしか支給されない。しないはバカだなお前。剣道部か。いやだから本当に、いやでもこれ、でもこれを。参加しなかったら、うん、この襲撃に参加しなかったら、ちょっと泊まり漁港に沈められるって言ってた。うん、バカなの？絶対ないだろ。本当に申し訳ない、タケちゃん。タケちゃん。泣く演技でしょ、泣く演技、泣く演技。タケちゃん。泣く演技、泣く演技。本当に申し訳ない。泣いて。もうタケちゃんしか頼るやついないのに。もう俺ひどいって笑ってるけど、タケちゃんしか頼るやついないのに。こっちで泣いてる。もう怖い。もう生きていけない。しっコウタとお笑いしたい。俺まだコウタとお笑いしたい。ああ、お願いだけど、絶対借り返すから。ケワイテンさんどう思ってんの？お前さ、はい。ケワイテンジャルスのことどう思う？ケワイテンジャルス、それはケワイテンジャルス？うん。ああ、あれだな。誰でもわかる。学生。いやだから竹富はケワイテンジャルスのことどう思ってんの？ああ、俺。ちょっとあれ、うん、羨ましいな。ありがとう。そのお前が羨ましい、俺の代わりにヤクザになれるみたいな。その、
その羨ましがってる、うん、羨ましがってる KY デンジャラスの身代わりになってヤクザになるって光栄なことじゃん。光栄かな、光栄かな。俺の憧れてる人の役に立つってやっぱ嬉しいんじゃない、うん、で、まあ、お前がいなかったら、うん、もしお前がね1ヶ月俺の代わりにヤクザとして働いたら、うん、もう本当に KY デンジャラスはお前のおかげでもう存在してるってことになると思う。もう俺一生敬語だね、まあとりあえずお前に対して。あ、うん、あんな俺に土下座とかさせないそうだね。もう昔までは何かあったらすぐ全裸にさして土下座させてたけど、お前にもうそんなことはもう一切しない。もうお前がだからあの首里高グランドでオナニーして先生にバレたっていうのももう俺一生誰にも言わない。今まではもう友達の話でいつもあの俺の親友竹富寛太っていうやつがいるんだけど、そいつ首里高グランドのあの敷地でオナニーして先生にバレたんどっていう話してたけど、もう一生やらない。その話も、その話も一生やらないし、もうこれからお前のこの首のテントウムシのタトゥーを笑ったやつはもう一人残らず俺がボコボコにするから。絶対俺ももちろん笑わないし、うん、もちろん笑わないし。テントウムシとカナブンどっちがいいの、うん、じゃどちらかといえばテントウムシとカナブンどっちがいいのお前的。俺はテントウムシ、テントウムシがいい。もしせよ入れんよ。あ、まあどちらかといえばってことでしょ。どちらか、まあ、もし入れるとしたら、うん、はいはい、もう、うん、いつでも俺の肩に止まっていいぜとか言うしなんか頼むタリちゃん、もう俺の代わりに1ヶ月間首にテントウムシのタトゥー入れてヤクザとして最低賃金で1ヶ月間働いてほしい。マジで頼む、本当に頼む。夜だったらマジで、夜だったらいいよ。夜な、夜だったらいい。じゃあ夜、うん、5時から夜の2時までの勤務。春休み入るんだからだったら、うん、じゃあ、夜だったらできる。やばくない。夕方の、5時からちょい、うん、この深夜2時までの時間、うん、お願いしていい？ああ。いや、夜は。そんぐらいでしょ？襲撃が。ボスの命を狙うことがございるから。一応、週3で、うん、ボスの襲撃があるらしい。週3で。これあれ？他の組。これ割れたら俺、逮捕でしょ？そうだね。面会とか俺絶対行くからお前のこと絶対裏切らないし。ああ、だからもうお願いしてもいい？うん、あ、その時間だったら。じゃあ5時から2時までじゃあ、うん、お願いするわ。じゃあもう俺今もう言うよ、もうタイムカード作っといてって。ヤクザのタイムカードもある。タイムカード、そうそうそう、30分ごとに、うん、あの給料発生するから1分でも遅れたら30分ただ働きになるから気をつけるよ。どっかの売店し、じゃあとりあえず、うん、じゃあ、まあ、来る？明日5時から、明日5時から、じゃあ明日5時から君、明日5時からお願いしていい？夕方でしょ、夕方。夕方ちょ、ヤクザっぽい格好準備しといて。夕方だろ。うん、一応ヤクザっぽいなんかスーツとか持ってる？スーツ、あー、持って黒な黒のスーツ。ちょっとヤクザっぽくないかな。ちょっとヤクザっぽくないかな。ちょっとじゃあ俺今眉毛全部剃っといて。とりあえずリアルに、うん、眉毛は大丈夫、眉毛は大丈夫。
かけるから普段は。あ、出勤するときだけ、あの、落としてから、うん、だ、それだけお願いしてもらうわ。ヤクザは原始なみたいなのがあって名前つけたりする。とりあえずじゃあ一応なんかヤクザはやっぱ裏の人たちだから、なんか裏の名前みたいな、源氏名みたいなのがあるらしくて、で、言ってたんだけど、お前なんか何がいい名前？何でもいいらしい、うん、本当に何でもいいらしい。首里子オナニーとかでも全然いいと思う。ダメダメ、一番ダメじゃん。なんか、なんかいいのある？お前の俺はヤクザとしての名前。シゲオ。渋い名前で行きたい。ヤクザらしく。そうだな。ヤクザがシゲオっていうのかよくわからないけど、俺はいいと思う、本当に。明日も4時半に、4時に、あ、周り来たりながら。佐藤シゲオ。国神なんだけど。ちょ、このヤクザ事務所の本部が、あの、うん、国神にあって、国神村。国神、うん、名護の、名護の上にあって、で、うん、なんかここの場所がバレたらやばいらしくて、他の人たちに、うん、うんうん、ちょ、名護から国神まで歩きやすさ。絶対遅れちゃうぞ。歩けるかや。歩ける？絶対歩けない。一応一人で歩きやすさ、ママチャリ支給されるって。一応、いや大丈夫でしょ、車でも。いやだから場所がなんか車だとなんかだいぶ目立つらしい、うん、だからそんなに名護、うん、巨大インターチェンジぐらいから。ああ、うん、閉めよう。ってことで、じゃあ竹ちゃん、あ、もう目つけられてる。ああ、そう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 、閉めよう閉めよう。だからじゃあ、僕の代わりに、ヤクザとして首にテントウムシのタトゥーを入れ、名前を知りよう。テントウムシは知らない。最低賃金で、竹富カンタじゃなくて名前をシゲオにして、5時から2時の間1ヶ月間ヤクザとして俺の代わりに働いてくれるで大丈夫？ああ、いいでしょ、うん、テントウムシの地だ。まあまあどうにかするわ、どうにかするわ。場所はじゃあ、あ、ありがとう竹ちゃん。じゃあまた後で連絡するわ。オッケー、じゃあ来てよ、一応お家に。オッケーオッケー、じゃあまたその月にタトゥーのこととかいろいろ相談しようね。ああ、しけてる？うん、しけてる。怖い。もう終わり終わり。オッケー、ありがとう。じゃあ竹ちゃんまたな。じゃあ後でまた連絡してほしい。オッケーオッケー、後でなんか飲み物ぐらいは怒るわ。じゃあな。おお、やばいだろ。なんで信じるの。頼むわ。素直すぎる。頼むわ、竹ちゃん。素直すぎん。やば。え、待って、マジでやばくない？頼むわ、竹ちゃん。あの、源氏は何だったっけ？しげえ。一番言うなんだよ。ちょ、何回言ってもテントウムシとタトゥーだけは入れないからね。そこじゃないだろみたいな。そもそもヤクザに、お前温泉入れなくなって。俺温泉好きなのにって知らん。それ以前のお前、もう首にテントウムシとタトゥー、本当にもういろいろコメント、温泉以前の問題だ。あー、もう本当にペーターさんからコメント来てますけど、ギノワン12とか。ちょ、最後に言ったセリフが怖いって。え、ほんとにさ、眉毛とかちょっと明日までほったらかしとか。どうします、ラジオがあと2分ぐらいで終わるんですけども、ツイキャスの時にネタバラシをするのか。ちょっと中田猫さんからも、たけちゃんいい子やって来て、ほんといい子なんでね、もう罪悪感があるんですよ。いや、もうネタバラしないで。明日たけちゃん準備できたみたいな。あのお前さ、迎えに行って眉毛も一応剃るって言って、こいつが剃るか分からんけど、ヤクザっぽい格好をしゃべって来週見せよう、みんなに。竹、あ、ね、あ、
竹富のこの中地が迎えに行った時の写真撮って来週見せよみんなに来週見せよで、だからお前だからネタバラシして動画撮って、で動画流そう、はいはい、中田猫さんがその後が知りたい、で、明日4時半に中地が竹富の場所迎えに行くんで、その時にじゃあ中地は動画撮って写真、格好の写真も撮ってで、車の中まで持って出発するまでちょっと動画撮ってそれ来週見せよ、はい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 、みんなにね、あー面白かった、あーもうじゃああと1分ぐらいしげを笑ってよやお前、思いますけども、いろんな方からコメント来てます、富田双葉さんから、面白い、あーマジで面白い、竹富勝ったってあ合わしたいなーってめっちゃ思う、いいやつですよ、まあ、本当にイメージ地味大西みたいな、はいはいはい、あんな雰囲気なんですよ、そんな感じですね、確かにめっちゃバカめっちゃ、はい、ということで、はい、愚痴に始まり親友をヤクザにするという本当に最悪なラジオですよ、マジで、あー面白かった、本当にですね、ということで、そうですね、一応まあそうですね、まあ来月再来月にはまあ来月の第何週間にはまあ中地のお母さんにね、はいはい、中地 AV 男優になりますドッキリをしますので、いや本当にやろうと思うんで、ぜひ見てください、信じると思うんだで来月ね、竹富がどういう格好で明日ヤクザにね、はい、入る手前で来るのかっていう、なるほど、動画と写真を、はいはい、ね、来週楽しみにしておいてください、あの皆さんに見せるのでね、そうですね、お楽しみ、以上デンジャラスナイトでした、はい、また来週、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、テントウムシのタタケトムさ、バカすぎ、ちょっとやばい、なんで信じんの、うん、前回に引き続きヤバくね、はい、素直すぎ、おつるか、お疲れ様でした、しんどいわ、素直すぎん、あやばいでしょもうリアルにじゃあ明日動画撮ってね、どんな、でもライブじゃん、あそっか、あーどうも、じゃあ、まあ、明後日っていうか行って、お前が空いてる時に嘘ついてやって、はい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 、あいつのだからあいつなりのヤクザコーデを写真撮って、はい、オッケーオッケー、じゃあちょっともう準備しといてって言って迎えに行けば、どうしよう、ほんで眉毛全するしか言ったよね、どうしよう、言ってて一応眉毛全するらしいけど、まあ適当に任せるけどって言って、どうしよう、これで眉毛全するにしてきてさ、しげ落としてお前中ちょっとここに来たやばいな、おもろいな、いい、ほんとにもうずっと一緒に遊んでる、もう竹富勘太ね、昔からそんな感じなの、もう昔からバカ、バカですね、ほんとにずっとずっと二人で遊んでましたから、はいはいはい、首里中オナニーは本当なんだけど、そう、首里高オナニーですか、首里高オナニーか、首里高オナニーです、事件でしたね、あれは、いや、あれバカなんですよ、俺だから俺、チュラミ水族館行った時に竹富が、なんかずっとサム、なんかチュラミ水族館で偶然竹富見つけて、はいはいはい、ずっと一人でニヤニヤしたからあの、人でもうずっと触ってるわさ、気持ち悪いと思って、はい、竹富どうしたのって言ったら、一、うん、人でチュラミ水族館来たって、うーわ暇だから、まあまあでもそんなやつ、そんなやつなんだ、うん、すごいよな、そんなやつ、なんか頭おかしい人ではないんですよ、普通の人なんですよ、だっておきこくいってるからね、頭おきこくいってて頭もいいのに、うん、ちょっと抜けてるし、死にスポーツとか死にうまいから、マジでデブだけど、うん、モンスをいやそれショックだわ、なんかめっもうスポーツ何でもできるからね、マジで竹富写真だけ見せないついてるどういうやつなんだっていう、はいはいはい、竹富本当に面白い。ちょっとね。でももう本当に信じるっていなくない？100人中1人もいなくない？ヤクザになってってお願いして、信じるって人いなくない？竹富の顔今からちょっと見せますわ。じゃあ多分みんなが想像通りの顔だと思う。な、はいはい、あれ？想像通りって明るくして。ちょっと想像通りの顔、いや今のよ。これにしようかな。一応一応。想像通りかも。ポーク加えてますね。これはちなみにあの急に送られてきたやつですね。急にこれが竹富勘太。竹富勘太、僕のもう明日ヤクザに入団する竹富勘太。テスト通ったら。ていうのは今日竹富さんあれってことでしょ。あのヤクザ入る。ヤクザになる前の最後の夜でしょ今日。竹富、こんな感じですね。あーもう竹富だわ。ああ、じゃあ今日怖いまま寝てるのか。申し訳ない。本当申し訳ない。明日の夜は、うん、
ヤクザの組長守ってるんだなって思って、はいはい、寝てるってことじゃん。質問だけでいいから。あ、来た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 。家来てよって。今の心境どうって送って。今の心境どうって送ろう。今の心境、じゃあ最後ラジオね、竹富に今の心境をね、LINE で聞いて終わりましょうか。なんて言うんでしょうね、竹富は LINE でね。ああ、面白かったわ。ペーターさん、通勤手当なし、金で払う、わびわびと思って。ヤクザのそんなさ、最低賃金のヤクザがあるわけないさ。最低賃金嫌だって。そっちじゃないでしょ。まず信じるんだ、みたいな。深夜手当て。すぐ来るかな。すぐ来そう。そうだよ、竹富明日テストだよ。テストだからね。めっちゃかわいそう。じゃあ今日、明日テストだから勉強しないといけないのに明日ヤクザに入らないといけないっていうこと、不安のまま今勉強してるんだ。最悪だよ本当に。あ、そうですね。それではそろそろラジオもね準備してもらったんで終わりましょうか。終わりますか。皆さん花金もね、まあもうね、はい、もう男女とも関係なく、まあ、親がいないとか、親がね、もう家に、あ、一人部屋があったり、まあ、今家にね、親がいなかったりする人は、まあ、オナニーをしてね、快適な夜を過ごしたり、ですね、まあまあまあ、まあ、今流行りの、まあ、ウォーキングネットを見たり、はいはい、まあ、それぞれのね、夜を過ごして、週末ですからね、はい、ゆっくり休んでください。パリピ。まあ、皆さんが、ゆっくり休んでる間、竹富はヤクザに怯えています。以上、KY デンジャラス、デンジャラスエンドでした。どうも、ありがとうございました。